けがちょっとねなんかやっぱねうんダメか、まあ、でも眉毛もちょっとお勉強したいですね。確かに確かに僕今度さなんかさ眉毛だけのさグループ眉毛勉強会やろうと思って眉毛みんな描けないの。今日もオンラインのメイクレッスンしてて1時間15分ずっとひたすら眉毛だけやってたそんだけずっとでも描いて消して描いて消してね。そうすると手が覚えるから。大体ね欲張って下手な人はね1回でなんとか覚えられるように全部フルメイクでなんかしようとかってする人多いの。欲張りがねダメ上達しないんだよね。ダメか、うん、はい、こっち覚えてくださ、はい。そう、もともとさ大野さんさ、ま、前も言った、うん、右の眉毛上がってんだよね。ここが多分筋肉で、あ、本当だ、うん、今気づいたの。あんま気づいた今こう引きで見たら本当だと思って、うん、あまり気にしてなかった。だからまあ整え方が下手なのもあるけど合わせた方がいいのかな。ま、そりゃそうですよ。だって眉毛はこんななってる顔でピエロじゃないんだからさ、ほらさ。そうでしょ、うん、僕だったら合わせたいけどね。あ、気にも留めてなかった。そうね。でも多分もうこの辺生えてこないかも。ちょびちょび生えるかもしれないけど、うん、薄いかもしれない。でも取り方がちょっと、うん、やっぱり何も考えないで取ってたからこうなっちゃったかもね。ああ。あと大野さんの顔の形からするとあんまり細くない方がいい気がする。あ、眉毛が、うん、うん。あと角度が、うん、なくていい気がする。そこまでこっちがやっぱグッて上がっちゃって、うん、あの眉毛の角度が出れば出るほどちょっと意地悪そうに見えるじゃん。漫画とかそう、なんか漫画とかさ意地悪な役やってる人でグッて上がって眉毛の角度高いでしょ、うんうんうん、僕だったらもうちょい太く描いて、でしかもなんかあのさっきみたいにあそこまで濃く描かないかな。あ、ね、日によってそう。でもこの眉毛だったら変わると思う。変わるの。濃くなったり薄くなったり、あと形も変わるでしょ、うん、だってガイドがないからさ難しいんだと思う、うん、でも眉毛ってすっごい重要だから、これでどんな感じ。あ、ごめんなさい、うんうんうん、でもこれこんな感じかな。なるほど、うん、こっちも行った眉毛ね。僕なんかあの、うん、ふんわり薄く描いた時も、うん、必ず僕は眉尻をしっかり描くのね、うん、あ、眉毛のお尻がなんかボワッと太かったり、うん、あのはっきりしてないと眉毛自体がなんかこうボケちゃって顔自体がぼやけた顔に見えるから、その眉尻だけは綺麗に描く。前言われたのなんかなんかで言われたのか、こうスタートもしっかり色はちゃんと埋めといた方がいいって言われて。いや、そんなにそこはそんなにあれ描きすぎると眉毛ってなるじゃん。あ、そうだから、だからそうなってるけどいいのかなって思いながら。変な人だったね。どこで聞いたんだろう。でもなんか言われた気がする。こんな感じかな。おー、すごい綺麗。めちゃくちゃ綺麗、うん、なんか自然。あ、自然。いや、眉毛ってこんなに時間かかんだな。そうだよ、そもそもね、うん、眉毛はこんなに時間本当はかけなくていいのに取りすぎちゃうからみんな時間かかるんだよ。わかる。綺麗に描こうと思うと、でそれをめんどくさいからって雑に描いてるとヘンチクリンの眉毛で綺麗になってないじゃん。だから最初から描かなきゃいい、うんうん、あ、描かないでいいように綺麗に整えなきゃいけないのに、うんうん、またそこをみんなさケチってさ自分でやってさ、うん、下手くそなのに。だから持ち合う持ち合うだからプロに頼めばいいのに。あ、そっか。そうで失敗してから直したいって言ってさ直すのって一番大変じゃん。あ、そうね、まっさらのやつを やる方が。そうで、だからなんかさその変なお菓子我慢しなさいとかさ変な一食我慢してさ、うんうん、やってもらえなよみたいな感じそうか、うん、確かに。でもそれはあるかもしれない。一回ちゃんとしっかりしたところでやってもらったら絶対その後は楽だと思う。そうだけどその、うん、やってもらった後に自分で同じようにできるんだったら一回でいいけど、うん、できないんだったらもう美容院行くみたいにやってもらえなって言って。そうかそうか、定期的にね。そうちゃんとね。だからやっぱなんで他人が世の中にいるのかって言ったら自分ができないことをしてもらうためにいるのよ、うん、 そうね、それを人のなんか仕事を自分が奪っちゃったら世の中うまく回らないから自分ができないことはちゃんと任してその人にやってもらって、で、うん、でその人が仕事することによってその人も人に喜びを与えられるし、うん、自分がしてもらって喜べるしっていう循環をちゃんとしてこないと。なるほど。それをみんなケチってさなんかここは金かけたくないからさ自分でやってでなんかバッグ買いたいとかさなんか宝石買いたいとかさ日本人ってさ形に残るものにはさお金使うんだけどさ、うん、消えちゃうものにはさ
お金をケチる癖があるからだから下手くそなんだよっていう。それ言われたら眉毛は本当に定期的にやってもらいたいと今本当に思う。あの髪の毛美容院でやるのと同じように。違うの？違うの？毛がないからさ、うん、下のここが光で飛んじゃうんだよね。リキッドみたいので、うん、ここ一本毛があるように。本当はだからここを取りたいんだよね、うん、上のこの余分なところ。それどこ行ったら取れる？取っていい？取っていい。でも取っちゃうとなんかなくなっちゃうけど、いい？あ、いいです、いいです。ここ取りたいの？この書いてないとか。あ、うん、角度が違うの。あ、そっかそっか、うん、ここちょっと取っていい？あ、取っていいです、取っていいですよ。ちょっと痛いですよ、うん、はい、撮った感じ、こんな感じ。眉毛撮ったら分かる。あー、上綺麗になってる。変わってる変わってる。すごい、うん、あー、違う、うん、自分の顔の表情筋の動きにも合わせて眉毛を整えていくといいよね。でもこれが目いっぱいかな。これ以上合わせようとするとちょっと、うん、無理が出てきちゃうかも。今僕が合わせるんだったらこれぐらい。これで多分左右が割と一緒でき、うん、そう、顔が多分ちょっと歪んでるから、うん、みんな歪んでる。僕だって歪んでるの。僕鼻がちょっと左に曲がってて、私はこっちの口が上がってるから。僕もこっちの眉が上がりやすいのか。あ、嫌な顔してんだな、きっとね。ババン、あ、本当だ、こっちが、こっちが上がる。意地悪ババンみたいな、こうやってグッて上がるの。何うんってやった時に上がる。隠した隠した。そうそう、それでアイシャドウ、薄いピンクとかがいいと思うよ。ピンク、うん、ピンクとか言ってるけど、こっちからしてみたらさ、ブルーって感じよね。もうなんかそっちか。あ、まあ確かに青いのしてる人なんてあんまり見ないよな。そうだよ、なんかもうおばあちゃんぐらいでしょ。オッケーバブリーとか言ってる人ぐらいしかいないかも。そんなこんな感じ、こんな色。あ、絶対にやるかいのがいいかな。ここ開けた目閉じて軽く、そう、めちゃくちゃいい。目元が少し明るくなるから、少しピンクっぽいのふわっと明るくしたらいいんだ。もういつもと顔が違うから、もう落ち着かないの、落ち着かないんですよ。あ、そうなんだ。もうだからあの青で見慣れてるんで落ち着かないの、しょうがないです。そうだよ。でもさ、ほら、なんか新しい自分もちょっと楽しいだろ。あ、でアイライン入れないから下にもアイシャドウを入れてあげてください。なるほど、うん、そうだね。こっちがさ二重だけど、こっちがなんか奥二重っぽいとか、なんかね、そうそうそう、うんうん、ちょっと違うんだよね。そう、一緒じゃないの、うん、そう、こっち奥二重。そう、うん、目開けた時の見え方が変わってくるから。ああ、違うかもしれない、うんうん、こうやってだいぶ揃ったんじゃない、うん、こっちの方が太めに入れなきゃだな、色をね。あ、これぐらいじゃない？めっちゃいい、めっちゃいい。あら、あら、うん、はい、あんこ開けて目線ここちょうだい、この指、あ、指、うん、本当は僕アイライン入れたいけど、多分アイラインまで入れちゃうと、うん、話聞いてると多分大野さんはもっと落ち着かなくなっちゃうと思うの。そのほら、今までと見え方、目の印象が変わりすぎちゃって、綺麗になるんだけど、アイシャドウ入れ、あのアイライン入れた方がはっきりしてきてね、うん、いやでもなんかこう、これが、はい、理想形っていうのがあるならやっていただいたら、あのやっぱ目の周りに色締めて、うん、持ってくる方が目がはっきりして綺麗に見えると思うの、うん、僕だったらもっと上入れたいんだけど、ちょっと上入れて、やっぱ少しアイライン入れた方がいい気がする。はい、はあ、もう見た目が落ち着かないのは、むしろずっと、すごいナチュラルです。ものすごい化粧を目の周りしちゃってる感が自分の中にはあります。する？する。本当？する。変にアイライン入れて伸ばすとか、そんな小細工いらなくて、うん、際にね少し入れて、うん、はい、一緒に入れます。 Mm-mm.